皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の夏期講習数学の第12回目、今回がこの夏期講習の最後の動画になります。今回はいろいろな計算について復習していきます。まず、ね、一次の多項式と数の積の和足し算の場合、問題を2問用意してあります。式を見ると4(3a-2)+2(6)-5a とこうなっていますね。この場合は前についている数字と括弧の中の項、これを分配法則で掛け算をして括弧を外し、その後で同じ文字がついているもの同士、数同士をまとめて答えを出します。ではや始めます。まず 4×3a+4×-2 と、ここの部分ですね。 4×3a-4×2 と、ね、分かる人はもうこうやっちゃって構いませんけれど、まず基本的な考え方で式は書いていきます。そして次が +2×6+2×-5a とこうなります。 4×3a は 12a ですね。で 4×-2 は -8+2×6=12 とで 2×-5a ですから -10a とこうなりますね。じゃあ a がついているものを前に持ってきましょう。 12a-10a-8+12 と 12a-10a は 2a です。-8+12 は4ですから +4 と 2a+4、ね、これが答えになります。では括弧にマイナス(4x+9)+3(x+7)。こうなっていますね。この一番前の括弧の前についているマイナス、これはここにマイナス1という数が隠れていると、こう考えましょう。ですからこれ分配法則をやるときにはマイナス1×4x+マイナス1×9+3×x+3×7 とこうなりますね。計算するとマイナス1と 4x をかけたらマイナス4x-1×9で-9+3×3x+3×7=21 ですね。並び替えをすると -4x+3x-9+21 こうなって -4x+3x これは -x ですね。-9+21これはプラスの12ということで -x+12 これが括弧2の答えということです。次は一次の多項式と数の積の差、引き算ですね。引き算この場合はどうでしょうか。3分の2(2a-9)-2分の1(4a-8)こうなりますね。まあ前の部分はね、こう順番に分配法則で書けると。じゃあここの部分どうするかっていうと、ここのところですね、この括弧2番のこの部分と同じに考えましょう。これマイナス2分の1という数があって、そのマイナス2分の1と括弧の中の項を順番にかけて分配法則でかけてね、括弧を外すと、そしてあとはまとめるだけと、こう考えてください。ではいきますね。前の部分が3分の2×6a+3分の2×-9と、さっきも言ったようにここの部分はね、
引くにして引く3分の2かける9、こうやっても構いませんね。ただ基本的な考え方で最初は書いていきます。足す、ここですね、マイナス2分の1かける 4a 足すマイナス2分の1かけるマイナス8です。ここの考え方も同じで、引く2分の1かける 4a 引く2分の1かけるマイナス8と、こう書いても構いませんよ。慣れている人はもうそれでね、やった方が早いですから、それでやってください。これは基本的な考え方で書いているだけです。ではこれをやりますけれど、まず約分しましょうね。3と6ですね、6は2になります。3とマイナス9の9ですね、3が1になって9は3になりますね。後ろですね、マイナス2分の1の2分の1と4が約分できます。マイナス2分の1の2とマイナス8の8を約分します。こうなりますね。と分母は1になったので、上だけで2人が 4a、 そして2かけるマイナスなので引く6、そしてマイナス2分の1とね、4a 約分して、下が1、上が2になったので、これ負の数と正の数をかけるので引き算になって引く 2a、 そして後ろは負の数かける負の数になりますよね。ですから正の数になって足す4と、並び替えをすると 4a-2a-6 足す4ですね。前の部分は 4a-2a は 2a と、マイナス6足す4はマイナス2と、 2a-2 というのがカッコ3番の答えです。とにかくこういう問題があったら分配法則を使ってカッコを外して、同じ文字のもの同士、数字同士をまとめて答えを出していくと、この順番で計算していくというのをここで復習しておきましょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題で復習をしてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。